皆さんこんにちは、みのチャンネルのみのわです。またみのログです。車でレンタカーで走っております。はい、今日はですね、山深い。はい、めちゃくちゃ山深い。信号がほとんどなかったね。30キロ走って信号0個。ちょっと今トンネル入っちゃいます。皆さん暗くなっちゃいます。真っ暗、真っ暗です。声のみでお届けしております。今日行くところはなんと岡山県、はい、名泉鍵屋、はい、奥津荘、はい、奥津温泉の中にある旅館の名前は奥津荘です。はい、こう右に曲がると奥津温泉街があるというふうに書いてありますが、そんな山道、温泉は一切感じておりません。今日の宿やばいのよ。あの建物が100年以上。すごい。保存しなきゃいけないような有形文化財的な建物じゃないの、もしかして。あ、なんか書いてあったかもしれない。うん、有形文化財って。そんな宿に泊まるんですけど。素晴らしい。山深いところにあるだけに、温泉街じゃないと思うんだよね。でもなんか一応ほら温泉街っぽいよ。温泉街っぽいね。いろいろと案内もありますよ。あった。そう、そこだ。あった。あった、あ、これ橋もなんか雰囲気いいよ。あ、ね、はい、あ、あった。目的地は左側にあります。うわ、これって駐車場どこなんだろう。どこだろう、ね、とりあえず止めちゃったらどなたか出てきてくださるかな。ね、あ、いいね、奥津荘。ね、ここですね、宿はここですね。これね、温泉がね、3万5000軒あるんだけど、たった30軒しかないうちの1軒です。じゃあ30軒って何かって言ったら、もう直湧き、地面からお湯が湧いてる、温泉が湧く、そうそう、引っ張ってこないっていう珍しい。はい、どうぞ。はい、そうだ、思い出した。もう、うん、わあ、すごい渋い。うーん、いや、いいね、たまにはこういう。え、これは何、これの、の、何、霧笠、おまんじゅう。まずお風呂場なんですが、当館お風呂場が4つございまして、いいね、そのうちの3つですね、うん、鍵湯、立ち湯、泉の湯はこちら地下1階となっております、うん、はい、ご利用時間なんですが、24時間いつでもご利用が可能。素晴らしい。はい、こちらも貸し切りとなっております。あ、なるほど、はい。ただ今他のお客様いらっしゃいませんので、うん、よろしければ中ご覧になります。お、ちょっと一瞬見ておこうか。じゃあそのままお開けいただいて結構ですので、はい、はい、開けてみて、開けてみて、うん、あ、いいね、わー、素敵。うわー、明るい明るい。へえ。こちらの地蔵になっているのは景色がいいのと、下の泉の湯に比べまして、うん、少し広めの作りと。あ、なるほど。はい。お部屋の方が離れとなりますので、こっちなんだ。こちらで、はい、入っていただくようになります。これ脱いだままでいいんですか、これ。そのまま、はい、脱いでいただいて大丈夫ですので。はい、そちらの段差となっておりますので、ご足元ご注意ください。面白い、面白い、わー、なんかいきなり離れ、へー、面白いね、面白いね。お部屋の方が突き当たりの景観テープを立っております。はい、失礼いたします。本当だね。こちら樹齢は400年。おやおやおや、こんなところに400年、すごいね。あらあ、思い出した、鍵、話したよね。そう、鍵の形だった。あ、そういうことだ。面白い、なんか。で、クローゼットは今ね、説明受けましたけど、浴衣が4もあると。ここアメニティはこっちにある。はい、洗面台はじゃあ違うとこ、あ、向こうだ、逆だ、はい、あっちなんです。洗面台はあっちにありました。お手洗いも左奥です。あ、トイレもあっちにある、はい、なんか昔の建物をうまく作ってるんだろうね、これね。そ
で冷蔵庫は、ここが冷蔵庫なんですが、水だけ、はい、温泉水以外は有料でございます。温泉水以外の飲み物は全部有料、はい、ビールもそんな瓶ビールですかそうね。じゃあその洗面台の方にちょっと行ってみましょうか、はい、で洗面台の方がよいしょ、わあ、なんかまあ少しリフォームしてるんだろうね、うん、今日すいません、私ゴルフはしてません、はい、はい、してませんがちょっとこんな感じですいません、はい、暑いので、はい、はい、ちょっとはリフォームしてるのかな、うん、してるんだね。でこちらがトイレがこっちにあって、そして逆のこっちですよ、これですよね、はい、やっぱり何と言ってもなん温泉かけ流しですよ、いいよね、かけ流し出ました、鍵屋さんですから鍵の形してます、はい、うわあ、木がすごいよね、すごいね、すごいね、苔が生えてる木、綺麗、すごいね。でこれがですね、まあ隙間じゃなくてですよ、これ実を言うとですね、今やっちゃっていいかな、今やっちゃっていいのかな、ちょっと今やっちゃいますよ今やっちゃいますよ、これ露天風呂で入りながらの、なんとなんとこれですよ、川が見えるんです、これはいいね、これ川に浸かりながらずっと入れるんです、これ全部全部開いちゃうんです、うん、これ、ほら、なんか温泉みたいだね、これ、ね、ほら、これ、なんて言ったってホームページ見まくってますから私、これかけ流しですよ、いいほら、かけ流し、でもね、早く行きたいのはここじゃないんですよ、はい、もう地面から湧いてる温泉、はい、行ってみたい、はい、そしてベッドルームがまだあるんだね、小部屋があります、小部屋が、ベッドルームがこちら、さあ、ここね、ちっちゃい段があるから気をつけてね、あー、ほんと、あ、落ち着くね、このコンパクトさ、あ、落ち着くね、おお、ちゃんと新しいじゃないですか、この部屋すごく綺麗だから、これ暗くなるんじゃない、おこれそこどうかな、いや、暗くなるって、絶対暗くなる、それ今やんなくていいけどこの部屋は絶対暗くなる、あともう朝までずっと寝れる感じだよ ね、うん、いやーいいね、これ押し入れだよね、これね、はい、ちょっとだけ、あ、ダメだ、鍵閉まってというちょっとコンパクトないい古い建物をうまくリノベしてます、うん、ここも、ね、はい、はい、ちょっとそれでは貸切風呂行ってみましょう、はい、404年、ラジウムエマナチオン、すごいね、が含んでるのはミササニ温泉に次ぎ世界第2位、あ、やっぱりミササがすごいんだ、いや、これまた雰囲気がいいよ、すごい面白い、あ、ここで、あ、貸し切りがあっちだ、で、こちらが男性で、女性は本当、あ、立ち湯が女性、はい、立ち湯、立ち湯、いや、そうでしょ、で、ちょっと人がいるかどうかだけ見ていい、うわぁ、素敵ですよ、これめっちゃ素敵、これがもしかしたら湧いてるのかもしれない、うわぁ、いいですね、この雰囲気、地が2つ目の立ち湯というとこです、ちょっと失礼します、お客さんいないのでちょっとすいません失礼します、で、おお、ここ立ち湯ですよ、ほら立って入るっていう、これですごいね、これが湧いてるんでしょうね、素晴らしい、お風呂はですね4カ所あるうちの今貸し切り2番目、2つ貸し切りがあるんだね、それでちょっとここも、これももしかして床から湧いてるのかもしれない、あーなるほど、これもまた趣あって面白い、すごい湧いてるよ、ほらそこから、なんとそこから湧いてます、すごい、ほんとだね、はい、川沿いですね、本当にね、
はい、いいですね。うん、これが先付けなのかな、もうな。これ先付けなんだね。可愛いイメージなんだね。そうだね、可愛いね。うん、あ、もう来た。二つとも蒸し料理なのかな。茶碗蒸し？違うね、これは山芋だね。うん、で蒸したもの。そしてこちらがせいろ蒸し。これは温泉のせいろ蒸しということですね。ここで先にご飯が出てきていいのかどうか。ちょこっとだけなんだね。あの一口ご飯みたいなのが出てくるね。そんなイメージかな。うん、なるほど。すごい勢いの、そずり鍋、牛肉のお肉をこうそぐこと、そずり鍋。なるほど。はい、これ綺麗だね、なんかね。アマゴの塩焼きです。こちらは、アマゴのことをヒラメという方言があるそうで、ヒラメの塩焼きで、そずり鍋。まだ火がすごい勢いでついてます。ジェットです。はい、こちらお料理が何種類か選べる形があって、例えばこれの大きいやつ、そずり鍋をメインにしたコースとか、あとは地鶏のお鍋をメインにしたコースとか、あと季節で、カニだったかな、なんだかごめんなさい忘れちゃった、季節の時にまた季節のオリジナルの鍋のコースだとか、懐石以外にも選べたというふうに期待してますが、そう、お味の方は、ああ、じゃあいいね、じゃあいいね。結構さっぱりといただく、今ね、悪い牛肉だとほらアクが出るけど、今見てたらアクが出てないから、ちょっといいのかなーなんて思ったんだけど、下茹でしてあって、あ、なるほど。で、中落ちだから、ちょっとあのお肉じゃない部分っていうのは、ちょっとあの牛すじのお肉がいっぱいついてる部分とか、そういうなんかあのそんな雰囲気混ざってるみたいな食感が、なるほどね。食べ始めて50分、はい、ちょうど1時間の食事、はい、この金額の予感で最短記録、そうね、最速終わってしまいます。はい、はい、まあ見た目も普通の感じなので、ね、味は分かると思いますが、今初めての予感で初めての経験があって、まあ最後のメインだから、量はどのくらいにしますかっていうのは、今まで経験なかったかな、もしかすると。なぜかというと、そうだね、いいところは土鍋で炊いて見せて浮かれて、少なく食べようが多く食べようが自分たちで好きな量食べられる。ここは、ね、少なめ多め でも少なめでお願いして持ってこられてね、帰り際におかわりは50人どうぞとか、おかわりございますので言ってくださいとかっていうのまでもまだいいんだけど、なんかちょっと不思議な感じ。あともう一つは、じゃあご飯の上にかけて食べてください、それ以外何の方法があるのかな。最後はなぜかパンナコッタがやってまいりました。はい、デザートです。さあ、今玄関出た旅館の正面ですけど、夕食終わる時にですね、なんか言われたんですよ。目の前の古民家で、ワインとか日本酒、コーヒーをですね召し上がれますのでどうぞとか言われて、ここちょっとさっきまでは
すごい暗いイメージだったよね。すごい暗いイメージだったのが、なぜかこんなに素敵な建物になってて、これはポイント高いぞ。こういうのフリッ、あ、つけてるね、これ。つけてるね、これはね。おー、すごいね、うん。あ、ちょっとこれ、ポイント上がっちゃった。上がっちゃったね。あー、上がっちゃいました。失礼します。あ、すごい。なんか都市公演集がある。あ、ここ。ゆかりのお宿なんだよね。あ、そうだね。ちょっと細かい、あの、いきさつを。この方、志向さんが泊まってたのかな。それでも、この温泉には来てたって書いてあったけど、この宿に泊まったかどうかは分かりません、はい、いやちょっとですねびっくり、これラウンジとかな、ライブラリーがないからななんて思ってたんだけど、ちょっとこれはもうありありのありで素晴らしいです。え、何、あー、おめでとうございます。このお酒の量、種類がすごいじゃないですか。これなんか全部普通に飲んでいいの？ああ、いいんですね、多分ね。あれ？あ、ご宿泊者の方はコーヒー、アルコール、温泉水はセルフサービスで無料です。おつまみのみ別途有料です。あ、ここに書いてあるの、これ、これが有料です、はい、で、ご宿泊以外のお客様はお金を取るんだけど、そんな方来るの？ここに夕食休憩って書いてる。あ、あの夕食付きの、夕食だけデイユースみたいな、なんかあるよね。夕食だけ取られた方はここのランジ使うときはお金取るよと、いうことなんだ。これは面白い。いやー、ちょっとやられたね。素敵素敵素敵ですね、うん。おはようございます。岡山県と鳥取県の県境にあります、岡山県側奥津荘という旅館に宿泊しています。見た感じはもう 4,5 軒ですかね、旅館やってるのは。2001年ぐらいから湯めぐり手形、まあよくある温泉街であります手形といって、何箇所かの宿の温泉をこう渡り歩いてですね楽しむという、そういう企画でやっているところあると思うんですが、そのような手形やってたのが2014年にもう終わってしまったということなので、15年ぐらいですかね、なんか、にぎわってた時があるんでしょうか。この辺は今温泉客という姿はほぼほぼ見れない状態ですね。ただその中でもちょっとご覧になっていただくように、これ客室露天風呂ですけど、こんな川沿い、こんな景色で入れる宿もあるという、うまく100年近い建物をリノベしてものすごくいい宿なんですが、めちゃくちゃ残念なのはご飯ですね。ここの宿はですね、一番安い部屋が5万円ぐらいですかね。一番お高い部屋がこの部屋なんですけど、10万円します。10万円、まあまあ真ん中取って7万とかぐらいになるんでしょうか。それにしてもですね、ご飯が、まあ、天ぷら食べても鍋食べても自分の家で作った方が美味しいですね。今日はですね、金曜日に泊まったんですが、お客さんは2組、うちら以外にもう1組って言っても女性客1人だったんじゃないかな。夕食時はその方しか見なかったので、ここはもうポテンシャルありまくりなんですよ。なんと言ってもですね、お湯が、大浴場とかですね、他の貸し切り風呂はですね、地下にありまして、地下の床面からですね、もう42度のお湯が湧き出てるという、そんなところってなかなか全国でもないんですね。
そんな湯宿なのにもったいない。客室満室にできるポテンシャルは本当あるんですよね。いろんなこと考えられないのかな、もうなーって、すごくもったいないばっかりを繰り返して宿泊しております。これから待ってるのが朝ごはんです。期待を裏切ってもらえるとありがたいんですが、離れから本館に行きます。並んでおります。あれ、牛乳があるの？ジャージー牛乳ですね。茶蒸し、だし巻き卵、お豆腐、ひじき、しぐれ煮、これ必ず出てくるね、最近。ほうれん草、じゃこ、焼き魚、まあ、基本的な本当に朝食でいいかもしれない。景色がいいですよ、これですね。こんな今日は青空。はい、岡山県、はい、名泉鍵屋奥津荘、はい、まあ、この辺一帯のこと奥津温泉っていうのかな、はい、歴史は何百年とかそういう古い話ではなさそうです。はい、大名が見つけて俺にしか入れないよって言って鍵閉めたっていうか、大名っていうぐらいだから多分江戸時代ですよね。そうだね、うん、そんなに古い感じじゃないで、なんと1901年、100年前に全部火事で喪失しちゃったっていう温泉街、ね、びっくりだね、びっくりだね。それで消えてしまったんだけど、また昭和になってから、まあ、この建物が100年近い前なので、多分7、80年ぐらいはあるのかな、うん、それぐらい前に建てて、それがそのままっていう宿、温泉街なわけですね、はい、で、この辺にはもう残念ながらですね、ここだけ、もうこの宿だけですよ、来るべきところは。何もなかったね。何もない。で、来るべきところはこの奥津荘ですが、はい、ちょっと一番最初に皆さんに言っていきたいのがですね、ここは一級で撮ったんですよ。はい、で一級で撮った時にもう10万円の部屋なんですけど、うん、予約した瞬間にキャンセル料発生しますって書いてあったんです。なんか一級で珍しいね。珍しい。もう予約したで1分後に解約したって言ったら10万円取ってかれちゃう、持ってかれちゃうっていう。キャンセルできないやつね。 そうそうそう。それだったら怖くて予約できないですよ、ここの宿。ああ、確かに直前じゃないとね。そう、何があるか分かんない。ファミリー客とかおじいさんおばあちゃんとか具合が悪くなるとか、うん、いるじゃない。子供も具合悪くなるし、うん、確かに。そういう時にやっぱり2週間前にキャンセルってそれあり得ることなんで、うん、それまでキャンセル料発生しちゃうんだったら予約できないな、この宿じゃなくて違う宿にしようって思ってしまうのが普通なので、うん、ここ平日金曜日なのにもかかわらず2組しか部屋が埋まってない。はい、でそれが全部に現れちゃって、そのホスピタリティというかその気持ちがこの宿全部に現れちゃって、10万の宿で冷蔵庫、この冷蔵庫で飲み物入ってるんですけど、はい、1本990円取る。そんな高かったの？じゃなかったかな、確か。あ、分かんない、ごめん、ちょっと間違えてるかもしれないけど、はい、まあ結局冷蔵庫の中身は、はい、よいしょ、有料です。はい、はい、10万円の宿で冷蔵庫の飲み物有料っていうのは星の屋以来。あ、そうね、珍しい。10万円出すとみんな大体飲み放題じゃないけどね、フリーだよね。珍しい。でやっぱりなんかちょっとお迎えしてお客様をどんどんよく気持ちよくしようっていうなんか感じはない宿、うん、考えてない。だから、絶対に必要なネスプレッソマシーンとか、ウェルカムなお菓子とかウェルカムな何かとかそういうのはないです。確かに、うん、だからウェルカムな何かお客様のおもてなしの気持ちがその一休 .com の 100% キャンセル料発生しますから感じ取れた通りの宿でした。はい、採点これからしようっての難しいんですけど、うん、採点しましょう。はい、
環境立地は環境立地これ山の中にもうここしかない宿なんで、はい、温泉街なのでここはね一番いい部屋です、うん、だからこのお風呂のそばにこの川が流れてるっていうここだけを評価する。この周りには一切何もないので、はい、4.0、はい、で建物施設は建物施設老朽化してますが頭をぶつけたしね。ああ昨日ね。でぬるぬるしたところ注意書きもないし、はい、古い建物なんで注意書きもないし注意される言葉もないしね。で建物もいいんだよね、うん、もう築100年近いからめちゃくちゃおしゃれな雰囲気出してるのにそれをうまく利用されてないな、もったいないなっていうところもあって、これ一応文化財だよね。文化財、指定文化財かなんかだったよね。建物いいんだけどね、3.8、はい。お風呂はお風呂は最高です、ね、お風呂はもうお湯の量が多分すごいんだろうし、あと鳥取県の三朝温泉と同じ泉質なんでツルツルトロトロだし、うわお湯は最高でしょ。これ湧いてるんでしょ。湧いてる、湧いてる、もう地面から湧いたお風呂そのまま入れるっていう、ね、地下にそういうお風呂があるし珍しいよね。 4.5 お風呂あげちゃう俺、はい、お湯がいい、うん、よかった、はい、でお食事、お食事ですよ、はい、これねちょっと運悪いことに昨日3万円台から最高でも6万円の宿に泊まったんですよ、はい、鳥取県のその三朝温泉で、はい、最高6万円です、はい、これ最高11万です、はい、料理比べてもちょっと違いすぎちゃって、三朝温泉は最高の料理じゃないんだよ、うん、最高の料理じゃないんだけどそれが素晴らしく思えてしまうここの料理 3.4、はい、久しくないなその点数の料理は。そうね、3.4、久しぶりに聞きました、はい、でサービス、サービスがラウンジの飲み物フリーっていうのはね夕飯の後に聞いてちょっとあったんですが、うん、その飲み物もいい宿は吟味して美味しいんだよね。そうなのよ、吟味してるんだよね。そうなの、飛騨高山の方行ってフリードリンクですって出される日本酒が美味しかったりするのが、で美味しいから買いに行こうってなるよね。そういう流れになるのが、うん、あれみたいなアルコールみたいな感じのフリードリンクだったりするので、うん、味見してないのかな、うん、だからその辺もお客様に満足してもらおう喜んでもらおうっていうフリードリンクじゃないんだよね。そうだね。いやこれも残念ながらねサービスはね 3.7、 はい、はい、ということで総合トータルが 3.4 から 4.5 まであるって宿は初めてかもしれない。うーん、値段が高すぎて、ここ高すぎるね。これが8万円だったら 3.8 か9、でもこの宿10万円なんだよこの部屋。それを考えると、ちょっと 0.1 減って 3.7 になります、はい、残念。でもポテンシャルがすごくいいので料理を上げてサービスのここおもてなしを考えただけで満室の宿にこれすぐ変えられる、ね、すごくもったいない。一番すぐ変えられる宿だと思います、ね、もうすぐに 4.2 とか3とか行ける宿だと思ってます、うん、旅館関係者の方がこのミノチャンネルを見ていただけたら本当にいいなと思うんですけど残念ながら今日は 3.7 にしようと思います。いや今ちょっとチェックアウトしましたけど、はい、びっくりしました、はい、13万円でした。え13万円まさかの。はい、俺ちょっと部屋間違えてたのかな。あの部屋で13万、あの食事で13万円。あそうですか、はい、さらにびっくりしたのがですね、あれ多分若おかみだと思うんだけど、うん、そうだね、車まで俺が荷物運んだよ。あ今今いやびっくりしちゃった。あそうですか。玄関から車って5メーター先だけどさ、うんうん、たった5メーターだけどお荷物お持ちしますとか言って俺から奪い取るのは普通じゃん。俺が両手に車荷物を持ってさ車待ってるのずっと立ってるの見てたよ。そっか。
知らないね、サービスを。うん、あの人はなんかやっぱちょっとおもてなしの気持ちが薄いのかもね。おもてなしの気持ちが薄いっていうか気づきが全くないから、うん、ちょっとびっくりしちゃった。いやー、これはちょっといかんとこに泊まりましたね。そうですか。お風呂の良さとあの建物を生かしきれてないので本当に残念です。もったいないね。またご視聴ください。